チャオ、あっちゃんです。この前からね、血液検査して、水分が足らんから言って血液がドロッとしてるよって言われて、でね、血液のこと気になって、もっと水を飲みなさいって言われてんけど、せやなく、それももうちょっとこう吸収制限かなと思って調べてたら、ある程度ね、年齢がいくと血管も老化してくんねんね。で、血管老化してきたり血液がドロッとしてきたりするから、体に良くないっていうので、トマトジュースとかトマトがいいらしいねんね。で、トマトジュースを飲みたいと思うんだけど、トマトジュースよりももっとね、吸収が良くて血管を若返らせる方法があって、それ見つけたんでやってみたいと思います。それはね、トマトとお酢、トマト酢を飲むことらしいねんね。だからやってみたいと思います。ごめんね、咳で。トマトジュースを振って、トマトはね、これね、もちろん使うのは、塩分、砂糖塩分不使用のトマト、これを使ってくださいね。塩分とか入ってるやつは体に良くないから、塩分砂糖不使用の純 100% トマト、はい、トマト果汁 100% をね、飲んでください。これをカップグラスに 150cc らしいんだよね。 150cc はね、適当に入れます。で、簡単やね、作るのは。で、お酢、今回ワインビネガー使います。大さじ1。なもんかな。トマトジュースの味飲んでなかった、いつもの熟トマトです、はい、あっちゃんこれ好きで飲むけど、マドラーで混ぜます。あっちゃんちょっとね、マドラーなかったから割り箸割って入れるけどなかったって、引き出しの奥に入ってね、探すめんどくさかった。お酢の香りがほんのりしてる。あ、おいしい。あっちゃんは酢が好きやから、夏場結構ね、酢を水で薄めたり炭酸で薄めてサワードリンク作って飲んでてね、そこに果汁ちょっと入れてほんのりフレーバーにして飲んでるけど、トマトに酢したらおいしい。なんかね、とろっとしたトマトジュースがなんかごくごく飲める感じ、美味しいしね、これで体によくなれば続けられそうです。これも毎日続けることがいいことやからね、いろいろね、いろんなもの飲んでるからあれだけど、大麦若葉もね、まだ続けてます。あれもね、うんこビチ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 だろ、うんこがブリブリ出るから、便秘がねすごい解消して、あいちゃんすごい結構便秘気味やってんけど、今はね、健康的に毎日ね、バナナうんこが出ます。はい。で、これはね、血管が若返って、血液サラサラなんだけど、血管がね、若返ることによって、やっぱりその、体中に酸素を行き渡らせるから、体中がね、元気になれる。ってことは、血管元気になったらね、もしかしたら末端冷え症治るかもわからへん。今からこれで、大和陶器茶、あれもね、もうなくなっちゃってんけども、続けることで、やから、また買ってこようかなとは思ってんねんけど、大和陶器茶ね、宇陀の名産じゃないね。あれどこやったかな、高取かどっか、吉野かどっか、あっちの方って書いてあったから、吉野か、だからそっちの方行ってね、またちょっといっぱい買ってこようかなと思って、だから吉野の大江戸の道の駅、近いうちに行きたい思ってんね。また行ったら、動画にしますね。あ、これね、いろんな面白いもあるから、それも紹介したいし、行ってきます。もうちょっと先になると思う。もしかしたらね、梅雨入ってから行くかもわからん。雨になったらそこそこもう行くのめんどくさなるけど、道の駅行ったりとか、それぐらいだったら雨の日でもいいし、雨の吉野ってなかなかね、おつなんです。ただね、道間違えるとね、雨の吉野ね、お化けが出るのよ。てか、カラッと晴れとんのに、急にそこ行ったところ、道迷って入ったら、
大雨降ってね、うん、でその お化けが出たゾーンを越えたら晴れたりね、気持ち悪いことがあるんで、まあ、そこをできるだけ通らんようにしようもんだけど、時々なんか呼ばれたかのように道間違えてそっち入る時があるんで、なんか3回ぐらいそこを通ったことあって、3回とも嫌な思いしてる。そんな話どうでもいいけど、トマト酢ね、体に良さそう。うん。ぜひ、やってみてください。血管が若返るらしい。うん。これ、結果出んの分からへんけど、なっちゃんはちょっとこれ当分続けたいと思います。うん。トマトジュース好きやからね、よう買うてて飲んでんねんけども、うん。これもね、これはね、飲みにくい。はっきり言って、この前のね、何やったっけ、パックのやつ、車中飯の時飲んだやつ、あれはね、トマトの嫌いな人でも多分飲めるんちゃうかな。すごい甘かって、美味しかって。で、佐藤ちゃんはね、あれトマトの甘みやったからね、あれはフルーツトマトでね、まあ、うちの子供、多分量はね、先入観でダメかもわからへんけども、先入観なくね、トマトが実際トマトジュース無理やねん、ちょ、一回飲んでみてください。あれは飲めると思います。あっちゃんは、すごい美味しかった。で、このトマトジュースね、伊藤園の熟トマトとかね、あっちゃん時々買ってくる、トルキーの、パックトマトと、大きな1リッターパックトマトとか、あれはね、ものすごく、トマトジュース感が出てね、飲みにくい。いや、ダメな人には無理やと思う。あっちゃんは好きやね、あの味ね。って飲むけど、ダメな人にはダメかもわからへん。うん。で、昔ね、なんかのテレビのドラマで、トマトジュースに食塩入れてこう飲んでた人、飲んでたドラマあったけど、ほんま美味しいね、トマトに食塩入れたら、体に良くないけど、うん。でも夏場は食塩取らなあかんからね。汗とか出るから。だから、塩トマトがいいから、まあ、やってみてもいいかもわからないけどね。できるだけ食塩を減らしましょうということでね。今日は、食塩、砂糖フリーのトマトジュースにお酢を入れてみました。美味しかったです。体に良さそうな感じです。はい。で、次回ね、またね、いろんな酢試してみようかな。今回は、ビアンコワインビネガー。はい、白ワインビネガーを使いました。で、次回は何かバルサムコ酢とか、で普通の、なんだ、穀物酢とか、いろんなね、使ってみたいなと思ってます。で、黒酢がね、まだないね。黒酢また買ってきたいしね。結局ね、お酢やったら飲むちか食べるときに使う調味料のお酢、やったら何でもいいらしいから、普通にも穀物酢とか醸造酢とか、そんなん使っても大丈夫なんで、お酢。大体 150cc トマトジュースに大さじ1杯の酢らしいです。はい、そんな感じで。あとはね、自分に合ったようにお酢とかトマトジュースの量を調節して飲んでみてください。血管が若返るらしいです。はい、ということで、今日はちゃんとトマトジュース飲んでみました。では、またね、バイバイ。